ヤートは、2002年に開館した JR 東日本、東北新幹線及び IGR 岩手銀河、鉄道線2個駅西口にある2個広域物産観光センターの愛称で、事業主体は2個市ふるさと振興株式会社である。2個駅を中心とした北東北3県の交流、連携のシンボルとして誕生しており、青森県南部から、 秋田県北東部、岩手県北部の3県にまたがるトリコロールエリアの交流、連携をイメージ、イベントホールや併設するレストランを活用して地域振興と観光情報発信のイベントを行ってきた。岩手県二戸地方及び青森県八戸地方に伝わる民族芸能の盆踊り、何やとやらに由来している。地域の物産と観光を振興する施設として、 カシオペアメッセと命名されたのは、1991年に、この地域のイメージ発信のために名付けられた古称、カシオペア連邦にちなみ、旧情防寺町、一戸町、二戸市、野辺村、カルマイ町の岩手県の県北地方を市町村を結ぶと、星座のカシオペア座に似ていることから、呼ばれるようになった名前を織り込んでいる。あるいはまた、東北新幹線の結ぶ青森、 秋田、岩手の三色の地域の交流、連携をイメージしている。ニコ市街地を一望できる高さ31メートルの展望室がある。1.2階はニコを含む北東北広域市町村の観光物産センターとなっており、ニコ駅と一体化してカシオペア連邦の中核拠点として機能している。1階には岩手県内で2番目に開局したコミュニティ FM 局。 カシオペア FM のスタジオが置かれており、生番組の放送中に、建物南側及び1階ロビーにある丸窓越しに、スタジオ内を見ることができる。物産センターには、北東北3県19市町村から、特産物を集めて、土産品を揃えて、展示販売する。この施設のある西口は、新幹線改札口側にあたり、東口には、 IGR 岩手銀河鉄道の改札口がある。新幹線開業に合わせて、西口にもバスタクシー乗り場が整備されたが、西口は主に高速夜行バス、観光、貸切バス乗り場となっている。現在、西口始発、終着の定期路線バスは、岩手県北バスの二戸駅西口、移行ショッピングセンター間が1日1、往復運行されているだけである。 定期路線バスの大半と JR 東北バスの高速バスは駅の東口から発着する。建物に沿って車寄せがあるため営業時間内であればこの施設を利用して室内でバスやタクシーあるいは自家用車の迎えを待つことができる。西口側の交通機関とレンタカー会社の営業所は次の通り。ニコ市の観光ビジョンに見る 観光地別入り込み客数は近代地温泉の旅館施設が対1970年比で19件から5件に減ったように国内観光の減退傾向と保養客、休養客の減少を反映している。2005年の新幹線に小駅開業に伴う交流促進事業から2014年までの統計では、にこ全体の 観光地入り込み客数は70万1000人から46万1000人へと推移している。その中にあって、この施設で行われるイベントの入り込み客数を見ると、なにゃーと、夜市が自然域の傾向に沿っているのに対して、トリコロールフェスタは2013年までの低減傾向が2013年に反発した。企業34社を集めて2019年。 卒業予定の高校生を対象に合同企業説明会を開き、2個、広域管内外から約80名の高校生が参加した。ありがとうございます。